はい、どうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日ですね、やってきました、ゴゴチテトラでございます。まあ、シーズン直前といいますか、まあ、4月今下旬になったところといいますか、ほんと直前です。大体ね、ゴールデンウィークぐらいからこう水温がね、大体20度超えになってくると、だからまあ多分20度あるかないかぐらいです、多分ね18度ぐらいじゃないかな、今下旬ぐらいだと。昔はね、毎回水温測ってたからね、大体は分かんない。で、今からね、もうほんとちょうどシーズンなので、シーズン直前ということで、また再び5号地の方にやってまいりました。5号地テトラですね。テトラ、定番な、大分では定番な場所というか、まあ、最近はね、なんかこう若い人たちが来るので、またね、昔みたいにちょっとにぎわってる感はありますね。一時期本当ね、多い時はなんか大会かなんかもちょっと重なってて、ゴールデンウィークの時にちょっと川の方から、なんていうの、向こうの方に行くと、テトラが一段落ちてるとこあるのよ。川からね、ずっと素人大台の方行くと、多分まあ、行ってる人は分かると思うんですけど、こうテトラが一段落ちてるとこあるのよ。ここはね、プラスで積み上げてるからちょっと高いんだけど、向こうまでテトラが小さいところがあって、こう、ダーンと落ちてるとこあるのよ。そこよりもまだずらーっとね、川からずらーっと釣り人がいて、あの時、本当、ピークの時は50人ぐらいやってたんじゃないかな。角からずらーっと入れると入る場所ないっていうぐらいいた時もあるんでね、まあその時ぐらいまで盛り上がるかどうかわかんないですけど、はい、ということで、今日の巻きはこんな感じでございます。いつかの黒釣りの残りとプラス、チヌ煙幕でございます。いや、さっきね、向こうで、ね、この倉庫前で餌混ぜた時に、なんていうのかな、結構北風が吹いてるような感じだったのね。だから、ちょっとこう、飛ばせるようなね、いつも2袋持ってきてて、もう1個が、麦黒鯛か、持ってきてて、あれちょっとあんま飛びにくいのよ。煙幕の方がね、ちょっとガチッと固まって飛ぶん で、そっち混ぜたら、で、ここに来たらね、ビーフで吹いてるかな。ビーフで、北っていうか北東から、ビーフ風速 0.5 ぐらいで吹いてるって感じです。だから釣りには、ね、全く影響ないけど、向こうに行っても、バンバンなんか吹いてるような感じだから、っていうところでございました。はい、ということで今日はですね、こんな感じのところに来ております。どちらかというと、まあ、川寄りっていうのかな、はい、まあ、あれが見えるんで、まあ、ここに来る人はなんとなくどこら辺か分かると思うんですけど、まあ、どっちかというと川寄りの方に来てますね。前回来た時がもうちょっと50メーターぐらい向こうかな。で、今日はちなみに向こうの方に、ね、もう一人深瀬釣りの人がいますね。はい、ということで今日はね、川寄りの方でやってみたいと思います。ちょっとね、泡が急に溜まりだしたんで、多分ちょっと当て状になってるかな。この物様子見ると結構右に流れてね、分かんないと思うけどね、結構ガンガン右に流れてる感じします。藻がね、ここからギューってなってるから、だから多分ちょっと釣りづらいかなと。ただそこの方はあんまり流れてないっぽい。上の方だけ、上が1メートルぐらいがこう右に押されてる感じかなと。ここはね、藻があるんでね、分かりやすいんですよ。手前に流れてないよね、藻が浮いてるんで。沈んでる藻がこう何本かあるけど、全部こうなってるんで、ちょっと右流れなのかなと。釣れるんじゃないですかね、今日。十分こう右流れがね、釣れる潮だと思ってるんで、はい、ということでやってみましょうか。はい、ということで今日のタクラはこんな感じでいきたいと思います。いやー、ここに来るとね、なんていうのかな楽しみ反面、まあ、来たことある人は分かると思うんですけど、ここまで道具を持ってくるのに疲れるよねもう上からさ、道具を下ろすじゃん。ここに、ね、下に降りた時点でふーって感じなのよ。ふーってね。あと、まあ今日はね、少し今北から吹いてるからまだいいんだけど、無風だったらもう本当、もうこの降りた時点で熱中症になるんじゃねえかぐらい、自分は汗が出るんでね、はい、そんな感じでございます。ということで、今日のタックルですね、はい、こんな感じです。銀狼オーガ AGS0553 でございます。そしてリールハイパーホース、コンパクト2000DXXGG でございます。見えるかな、現行モデルね、現行モデルです。で、道糸はワールドプレミアムの1号ですね。でやってみようと思います。いや、
いや、あの、ついてからもさ、あの、カメラの設置ね、向こうにカメラを置いて、画角調整したりとかさ、あの、今このカメラもそうだけど、このテトラの上にね、三脚を立てて、どうやったらね、安定してるのかとか、いろいろ見てるとね、疲れるんですよ。浮き何にしようかな。木は、ちょっと向かい風なんで、少し重めの、はい、こちら、釣り券大聖国でいいのかな ?005 でございます。大聖国で合ってる。ちょっとこれでいきたいと思います。17.9g って、どんなんだったっけちょっと覚えてないけど、ちょっとこれでやろうかなと。少し向かい風なだけなんで、でも別にここまで重たい浮きの必要性はないんですけどね。ないんですけど、なんだろうね、最近本当、重たい浮きって流行ってますよね。うん。なんかもう平均ね、18、20が当たり前になってきたみたいな。10年前だと、多分13、14、重くて15みたいな感じじゃなかったかな。自分の記憶ではね。17が、まあ出始めな頃ぐらいだったのか。今なんか17、18がもう当たり前のなんか時代になってきたなといった感じです。うん。まあ、ネリエサつけて、ちょっと向かい風なら、ね、多少重くても全然いいと思うんですけど。うん。まあ、自分は、まあ、とりあえず、ある程度飛んでくれればいいみたいな感じですかね。グレならね、こんな重たい浮きはいらないかなっていう感じですけど。チヌなら、やっぱね、遠投と、下にね、仕掛けが行った時に、この浮きがやっぱり一番こう、潮を掴むんで、まあ、でかい方が有利な時はありますよね、全然。はい、ということで、竿をね、今ちょっと、全然潮飛びしてるで、見えないけど、竿を伸ばしまして、で、ハリサこれね、C が150の1号でございます。これを、竿1本ですね、5メートル取ります。ここ5メートル、あった方がやっぱりいいのかな。潮の乗りはいい気がするけど、こう水深が、30メートル投げても5メートル、6メートルしかないのよ。あの、半誘導やってたらわかるんですけど。今しかもね、土管長ぐらい。今土管長ぐらいなんで、水深が全然ないんですよ。そういう場合は、どうなんでしょうね。なんとなく5メートル取ってますけどね。はい。で、やはりこれね。特価で買ったガマカツの深瀬チヌ白1号50円。これです。針は、針先がちゃんとね、バツッと刺されば、もう何でもいい。1号、2号ぐらい、2号ぐらいがいい気がするけど、とりあえずなんですよ。うん。とりあえず、1号でやってみる。まだこう、本格的なノッコミではないんで、まぁ、ちょっと針が、まぁ、小さい方がいいのかなと。本当その程度です。はい、ということで、ちゃっちゃっと結んでやってみたいと思います。Thank you.
ちゃいのよ。サイズちっちゃい。全然ちっちゃい。いや、魚は見えたよ、ちなみに。こう目の前に見えてるんだけど、こう、藻が立ってるところに、こう、くるんって回っちゃったんだよ。あ、これか。でかくない、本当でかくない。25、6しかない。はい、ということで1匹目釣れました。30とか全然超えた。34、5、35、6か。なんかね、痩せてんのよ。ちょっと分かりないと思うけど、尻尾にかけてさ、こうなんかめっちゃ痩せてるし、まあ、地付きっぽいですね。うん、去年とおととし入ってきたチヌがこうずっとついてるのかなっていう感じです。うん、チヌのすごいすごい臭い匂いがしますね。はい、なんかお腹の方っていうか顔でかいんだけど、こうなんだ、この後ろにかけてめっちゃ細いのよ。だからパッと見たときに、今日、藻にね、今、引っかかったから、パッと見たときに、あれ、30ないかなと思ってたけど、35、6、全然あります。うん、これで20だから、うん、やっぱ36、5、6は全然ありますね。はい、ということで、リリースします。ちょっとでも満ちてきて、あれなんで。今ね、潮が変わったんですよ。変わったというか、止まりかけというか、そこの方は、あんまり動いてない。少しまだ右に行ってるかなと。基本的にはもう、こう、なんていうのかな、道の潮で、こう、左にね、要は高崎山っていうのかな、方にこう、流れてるんですよ。上はね、上は。さっきまで上は、こう、川の方というか、右に流れてたんだけど、今、上が左に流れてるんですよ。底潮が、多分あんまり流れてないかなっていう感じでした。で、今の当たりって、なんか超微妙な当たりで、こう、竿先がさ、こう、なんていうか、手前でさ、こう、ちょっとダラーンとなってるね、少しね。だからちょっと道上が軽く膨らむのが少しビーってまっすぐ張ったのよ。んみたいな。でも竿先までグッて持っていくとか、糸がピンピンに張るとかじゃないのよ。なんかなんとなくこうたるみがスーって なんとなくまっすぐになって、でおそらく右に走ってたんだろうね。ゆっくり右に走ってたんだと思う。だから道糸がなんかある程度こうなんか少し張りつつ、なんか右にこうゆっくり行ってるぞみたいな感じの、なんか微妙な当たりでした。もう竿先がビューンとか、ね、道とかビューンとかじゃなくて、少し張って、少しそのまま軽く張ってんのか張ってないのかぐらいの、だから潮と間違いやすいような当たりって感じ。ほんとまっすぐで、こう少しこう、このままこう、右に少し移動してるぞ。だからこれ食ってるなと思って合わせましたね。ということで。まだ今年のチヌはまだ入ってないのかな。はい、ということで、今何時かな、今日時計持ってきてるんでね。今16時41分なので、あとまあ2時間ほど、このまま楽しみたいと思います。
はい、ということで釣れました。これはまあまあいいサイズよ。あのタモ枠で見るとだいたい43ぐらいです。ちょっと足りないんだよね、45には。でも余裕で40オーバーでしたね。はい、いやー今ね潮がちょっと止まりかけっていうのかな。はい、ちなみにね針こんな感じで皮1枚でしたね。こんな感じで今年初めての40オーバーっすよ。いいサイズっすね。うん、よう引きました。重たい、重量があったもん。あ、これまあまああるかな、40は超えてるかなと思ってたら、まあ、40は超えてたぐらいですね。はい、もうお腹もねパンパンというか、まあのっこみ入りますよっていう感じです。もうさっきの地に比べて全然あの匂いがない。だから入ってきたチヌでしょうね。とりあえず逃がしますか。今のはこう流してて2分ぐらいじゃないかな、流してて当たりも何もないんで、あの誘いですね、誘い。あの潮は今あんまり流れてないよ、あんまり流れてなくて、ほとんど潮仕掛け動かないよ。だから浮きもねちょっと変えようかなと思ってて、今ねさっきの大成功から板鉛を外したんだけど、それでもこう、まあ、早めに沈むっちゃ沈むんだけど、まあどうしようかなって迷ってて、でその時にまあとりあえず仕掛け流れないから、まあ誘いです。一回は必ず誘い入れるんですよ、潮動きにくいとかあんまり動かない時はね。でその誘いっていうのは、まあここの場合はあのちょっと特殊場ではないけど、普通はね誘いってこう竿をさこう上に上げたりとか横に引っ張ってこの仕掛けが、まあ、そもそも張ってるからこうね引っ張れば仕掛け全体がこう動くじゃないですか。まあ上に上げるにしろ横にしろね、いや横に引っ張るにしろ動くじゃないですか。でここはねあのそこ大分川っていう大きな川があるんで、もう表層の滑りというかすごいんですよね。まあ、ここに来る人ならわかると思うんですけど、あの潮が動いてないのに表層だけがガンガン滑るとかザラにあるんですよ。だから仕掛けは馴染んで、で道糸もね沈めてるんですよ基本的にはね。もう50センチ1メートルこう本当竿先からこう仕掛けが入ってというか道糸が入って、その海面よりもずっと下をこう流してるみたいな感じにしないと、ここはね表層の滑りで仕掛けをどんどんね上が引っ張っちゃうんで、特に少しでも風があればあのすぐ流れるんでね、風がなくてもこう回ってくる風とかで、ね、なんだかんだで流れるんで、あのここのちょっと誘い方っていうのは自分の場合竿先をもうつけた状態ね、つけた状態でリールを1、まあ、大体2周巻くかな、うん、これハイパーホースのコンパクトなんで2周巻くと90センチ、まあないか、まあ、80センチぐらい、だから 1.6 メートルとか、まあ、2週か3週か、まあ、その時にざっくり違う、ざっくりというか違ったりするんでね、なんとなく道糸がこう、全然こう、たるむんでね、こう、ちょっと膨らむんですよ。その分の糸の解消しながら、ある程度張ったところから2周回すみたいな。2周回すと、だから大体1広ぐらい動くわけですよ。道糸がね、スーって。で、今その、道糸をちょっとこうね、ちょっと膨らんできたから、こう、多分何周回したか分かんない。なんとなく、1周で糸吹け取って、2周回したのかな。全部合わせて2周だったかな。なんか、その時に、あの、なんとなく、何周かなって、その時になんとなく回してるからさ、そんなに意識してないの。まあ、とりあえず何周回したか分かんない。2周か多分3周だと思う。で、それ、あの、回して、で、その後ね、その後、もう多分何秒ぐらいかな。20秒ぐらい。とかで食ってたと思います。15秒20秒ぐらいの間じゃないかな、この回した後ちょっと待ってたらもう糸がスーってね竿先まで今のはグッといったという感じでございました。食わない時はやっぱ何もこうしないっていうよりは、まあ、ある程度仕掛けが馴染んで、まあ、回収するなんていうかな、こう、まあ、回収する時間も人によってねいろいろあるじゃないですか、まあ、3分なら3分5分なら5分、まあ、2分とかたくさんいろいろね人それぞれあると思うんですけど、まあ、ただ3、4分流すならどっかで、ね、ただただ流してるわけじゃなくてこうちょっと引っ張ったりすると、まあ、そういう当たりもあったりしますよと。チヌはその動くのものに対しての好奇心っていうのがね
すごいあるんですよ。まあ、毎回言ってますけど、ルアーで釣れるんでね。巻き餌なんかなくても、ルアーで釣れるんで。動くものに対しての好奇心っていうのがあるので、あんまりやってると、巻き餌からずれすぎるんですけど、1回、2回ぐらいでは、巻き餌の付近にね、仕掛けがあれば、この動くものに対しての好奇心がすごいあるので、まあ、ぜひやってみてくださいという話でございます。まあ、常にね、バンバンやるわけじゃなくて、たまに、こう、なんか潮があんまり動いてないなとか、まあ、動いてても、こう、やっぱね、近くにいて、1個だけこう動くと、やっぱそれに興味を示すんでね。はい。まあ、そんな感じでございます。ということで、まだバリバリやってみますか。とりあえず45センチオーバー釣りたいです。今日は贅沢にね、45センチやってみようと思います。